皆さんこんばんは武田邦彦の本当の話番外編深い話の時間です私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますさてこの番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です今回もよろしくお願いいたします さてこの番組はあのいつもの武田邦彦の本当の話とは違いまして、はいまあ、日本の文化ですとか神様そういったもの、えー、そして、まあ、そのと健康みたいなものと、えーまあ、複合的なところで、えー、あのお話を進めておりますけれども、えーまあ、今回はあの年が明けまして、はい、1> であの第1回目、えー、こちらは伊藤理恵子先生をお迎えしてお話を進めてまいりましたが、はいえー、今回は2回目ということになりますね。すね去年はあの えっと長崎の神棚川棚ですね川棚だ川棚なに行きましてねそれでいろいろ片山先生から日本のまあ人間の体まあ日本人の体ですね姿勢も含めてまあ宗教の話も少しありましたありましたちょっとだけど無策欲しかったでしょそうですかまあ姿勢を正しくっていうことなんでね姿勢は正しかったけど理論的なところもまっすぐな感じでねはいになりましてね 今度はもう超美人をお呼びしましまた着物の超美人ということで井出利子さんに来ていただきましてね、はいはい、そしてまあいやねいろいろ僕もちょうど僕の人生ではいい頃に井戸先生にお会いしたとも言えるんですがね、はいえー、若い頃はまあ科学一辺倒しかも西洋の科学を生半可に学んだぐらいのところだったわけですね。はい だけどだんだん僕もそそうういいこととがおかしいとまあその第1回言ったように、うん、なんかいいこっちに行かないなとかね、うん、死んでから魂がなくなるそれはないだろうとかね、うん、そういうような疑問があった時にまあお会いしたっていうこともありまして、はい、もう少し広くですね人間生活全体日本というもの全体をですね、まあ、勉強すると、はい、いうことで多分この番組もまた えー、片山先生とは別のね、はい、角度で、はいえー、皆さんの思考力を非常に深くし。 はい、かつ生活というのがよく見え、人生とかよく見えてきて。そう、ね、あの非常にいいんじゃないかと思います。はい。はい、で、今回も、この井戸理恵子先生。おお招きするには、ぴったりの素敵な場所といいますか。<う>はい。スタジオを飛び出しまして、埼玉県加須市にございます。木載という場所で、玉敷、ええ、神社、こちらの場所をお借りしての、収録と。ますね、この後ろにあるのは、玉敷、はい、神社の神楽。 これも非常にこう、はい、伝統のあるで。そうで、ね、まあ、それで、その着る服とかね。そう、ね、まあそういうのが陳列されております。ははい。はい、それでは、改めまして、本日のゲストをご紹介したいと思います。第一回目に引き続きまして、民族情報工学、そして養上料理科でもございます。で、でさらには、あ、多摩美術大学の非常勤講師でございます。井戸理恵子先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、第一回では、あの。 井戸先生が今までやってこられた民族情報工学を中心とした全体の構成とかですね考え方そういうものをお話しいただいたわけですが2回目からもう少し具体的にですねこれ全体としてはあのまあ我々がこうただ伝統を伝統として分かってるんじゃなくてできれば伝統が生活の中に溶け込んでいくとまあいうことが必要で。 まあそのあれではまああの井戸先生が書かれているそのしきたり12か月を中心にした方が分かりやすいかなと私が思ったもんですから、はい、えこの暦ですね、はい、まあ日本の場合は1回目にお話したように温帯の島国っていうのはまあ日本しかないもんですからえ四季折々での中にですねその我々の伝統とか情報が入っているという意味ではもう大変に分かりやすいしですね、はい えー、奥の方に入っていけるということで、今日は、えー、しきたり12ヶ月の2回目で、えー、小読をですね、お安心いただければと思います。はい。はい、あ、ちょっと一回ちょっとこの表紙に戻ってますか。表紙に戻ってください。はい、はい。はい、はいえー。ここにですね、日ごと月ごと人のことというふうに書いてあります。はい。これあの日ごとまあ一日一日を大切に生きて、うんうん、そしてまだ月を全体で大切に生き そしてその人を、人の体と心を調整していくというまあそういった意味でですねつけました。でもとことという言葉なんですが、ことというのは日本人はですね小さい体の祭りことのことをことと言います。うん、だから一日一日をまるで日をあのいろんなことを祭るように生活をする。ですから、えー、食べ物をこう料理をするときもその食べ物に感謝をして。 そしてまあ丁寧に生活をしていくということが、えー、まあ心の憂いを払っていくということだったんですね。丁寧に生活をしていくと、そっちにその料理をしたりとか掃除をしたりという方にもう意識がそう集中しちゃって、でまあ悩んでることもないんですね。やっぱりこう体を動かしたり手を動かしたりとかしていると、そちらの方に意識が行くと実は悩まない。でも人間ってどうしても自分のこととか家族のこととか、いろんなこう、うん 具体的にどうしていいかという、まあ、要するに未来のことを考えれば考えるほど、えー、悩むもので、えー、そこで「あのこひょう,いうごごとつきことひょうのこと」っていうふうにつけましてであのこれあの東日本震災の後ですねあの皆さんあのすぐ行ったんですけどそうしましたら、まあ、みんなこうこちらの方からいろんなこう物資を運びましたとかあの、まあ、お金ね あのお金寄付持ってきましたとかって言っても海を見てぼーっとしてていや心がねもうないんですよ心がもう体の中にないのでどうしていいかわかんないっていう状態だったんですその時にポツリポツリとこの本を読んでくださった方々がこの本通りに来たら楽になりましたっていうふうなあのまあお言葉をたくさんいただいてそしてまた、あ、当時あのえっとまあラジオの方にも出させていただいて。 で生島さんのラジオで紹介していただいたら、まあ、生島さんのラジオにもそういった言葉がいくつか寄せられてですねで挙句の果てには相当州のお坊さんたちからも、えー、この本をテキストに使わせてくれみたいな話があったりとか、まあ、そんなことでですねあの、まあ、人間っていうのはこうどうしようもなくなった時心がどうしていいか分かんなくなった時に 昔の人たちがやっていたことっていうのにちょっと心を寄せでその通り生きてしま生きていたら心が楽になるということがありますということをまずちょっと一つ最初に冒頭でご紹介したいなというふうに思いました。はい、まそこではいで暦暦っていうのはもともとカ月みとか暦日を読むということなんですが日本の暦っていうのはあのカレンダーではないんですね。やる例えばこういう暦高島平だみたいな暦 がありますがこれはの地域地域によってすべて、えー、例えば、えー、と立春の時に、えーまあ、占いをするとか、えー、1月の15日に占いするっていうのがあったんですけどそれ何の占いかというと「かうら」という占いなんですがあのこう筒の中に、えー、いろんな種類の、まあ、雑穀みたいのをいろいろ入れてそれで炊いてその炊き方でですね、えー、今年はまあお米がよくたあの育つとか。 それから、豆の出来がいいとか、まあ、そういった占いをするわけです。要するに、食べるものが、えー、まあ、まあ、十分に確保できれば、生活っていうのは憂いがないということで。まあ、そういった占いをするという,ようなことがありました。で、それはですね、結構当たるわけですね。で、狼の読みなんかもそうなんですけど、狼っていうのは食物連鎖で一番トップにあって。で、大いなる、えっ、ー、と、間口の神という。えー、間口の、あ、あ、間神、大いなる。 大口の真神ですね大口ので大きな口の本当の神という、えー、そういう言い方をしたんですけどそういったオカミ信仰においてもですね、あのー、まあオカミがすごいこう山の奥にいてそして動物たちをね全部こう、まあ、ちゃんとこう見て、えー、管理してくれてるだからクマが出たりとかイノシシが出たりとかそういうこともなかったわけですね。狼が全部管理しててててくれていてそれいいそで一番奥にいて えー、その山の上っていうのはやっぱり水がねそこから降ってきてでその水のが山の中を通ってきて私たちの里に降りてくるっていうそういったその、えー、その自然界の流れの中にあっても、えー、そのオオカミというのは非常に重要だったということであたおそらくこの関東圏内です。関東圏内は昔からですねオオカミ信仰というのが非常に盛んでオオカミは食、えー、の神でもあったんですね。これが実は お稲荷さんになっていくんですね。あ、うん、あ、なるほど。犬、うん、科だからな、うん。そうなんです。えーとね、えー、あのオオカミはあのまあ植物連鎖、生物学的なも意味での植物連鎖ね、二、うん、つお話し,しますとね。一、はい、つはあるこう領域があるでしょ。今伊藤先生がお話しになったと似てるんですが、実際にアメリカのそういう例なんですね。で、オオカミっていうのはちょっと他の生物と少し違うんですよね。うん、他の動物は そこに餌餌ががああれば餌があるだけ食べるんです、うん、だから例えば、えーまあ、鹿なんかその典型的なんですけどね、うん、鹿っていうのは草があるだけ食べて、うん、そうするとそのうちは草を食べ尽くして次の年は全部が死んだり、まあ、全部ってことなんだけど相当部分が餓死したりするっていうねそういうこうところがねそこにオオカミがいるとねそのオオカミが数匹いるとオオカミは鹿が 一定量の草をを食食べべるるように鹿を食べるんですよそれで、えー、そうなると,あと今までオオカミがいない時の鹿の集団っていうのはガーッと増えてそれで食物がなくなっちゃってダーッと減って死んでまたバーッと増えるっていうこんな動きをするんですけどオオカミがいるとねそれが一つね。うん、もう一つは中央アジアの草原で、えー、羊飼いが羊を飼ってると。 そうするとだいたい山の上に狼がいましてね狼がその羊の群れを見てるわけですよ、うん、ところが人間は狼をね、こう困ると狼は時々羊の群れに入ってきて羊を食べるんですねで襲うわけですよそれ嫌だって言わないのそれでね、だんだん研究してる人に分かったのがね伝染病に羊がかかった時に人間羊飼いがわからない時にずっと前ですねつまり まだ熱があまり出てないとか、うん、体力弱ってない時にねその伝染病にかかっている羊を襲うんですで、そのそのために結局狼がいないと伝染病が流行っちゃってベーッと死んじゃうんだけど狼がいるとその伝染病にかかったすぐの今だったら新型コロナウイルス <laughs> かかった瞬間にね過症する前の状態 あの要するにオオカミがいるとその人間の羊飼いができないことでもしちゃうわけ、うん、でまあそういうオオカミの自然の中でだから人間ってのはねさっき井戸先生が言ったように頂点に立つものっていうのはね、うん、コントロールできないといけないんですよ、うん、で下の人がねコントロールしなくていいんだ上がコントロールしてくれるから、うん、だからオオカミはコントロールするところがね人間はね、うん、どうも僕の意見ではね 一番上に行く資格ないね。行き過ぎちゃうから。<laughs> <laughs> だからあいやオオカミは偉かった。それを昔の人が分かってたんじゃないかと思うんです。そうですね。アイヌでもあのオオカミっていうのは、前、まあのおじいさんおばさんに聞くとオオカミは胃袋を食べるって言うんですね。うん、なぜかっていうとオオカミはその植物っていうかをそのえ草をね消化する酵素がないからっていうふうに、んうん、アイヌの人たちは認識していて。うんうんうん でだから肉ばっかり食べてると体の中がねこうその詰まってしまうってうそれを流すために植物を食べたいけど植物は食べられないからって鹿の胃袋でそれを補うっていうなるほどでその後にそに余った体ですね、うん、を、えー、人のねそのコタンのところまで持ってくるっていうんですね。うんうん 決して無駄にしないっていう、うん、まあ、そういったところでも狼が神様。うん、要するにホロケウカムイって言って、山の奥の奥にいる神っていう意味なんですけどね。うん、あの、伊藤さん、この、伊藤さん、まアイヌとか、そういうのも詳しいんですが。うん、ええと、アイヌの世界では、熊と狼ってのは序列あるんですか。 とは役役割割がが違違っって日本のカーストも日本のねカーストってないじゃないですか日本人も首脳交渉って役割じゃないですか身分じゃないから身分じゃないんです本来も全部役割だったんですねそれは自然界を見ているいろんな役割を見ておそらく人間も役割っていうるほに。で熊はキムンカムイっていって山の神なんですけど。 山をです、ね、育てる神なんですねなるほどそれはうちの父がよく言ってたのは「クマってものすごい一日で、ね、ものすごい広範囲を歩くんだと」と、うん「あんなに歩いたのか」っていうぐらい歩くんだっていうふうに言っていて、うんうん、でその歩くとそのどんぐりを食べて歩くと広、うん、葉樹とか小葉樹の種を、ねうんね、食べて歩きますから山を育ててくれるっていう森を育てる神っていう、まあ、そういったことでクマがああいうふうに歩いてるのはすごく意味があって。 てっていうようなことをよく言ってましたね。だから熊は森を育て、うん、そしてオオカミはその食物連鎖を担当して,るて、ね、担当してはい。で、あとはそうですね、えー。その森のことを知らんぱかむいって言って、うん、森は大地をつかむものっていう。うん、で、大地をつかむものだから。 しっかりとした森というのは大地をう自然の森は大地をつかんでいるので、まあ、多少地震が起きようと何が起きようと全然問題はないと、うん、山火事が起きても、うん、あの水がねたくさんこう含んだ木が全て止めてしまうっていうことを分かってるっていうかね、はいはい、自然から学まのあそういうことではい、まあ、暦っていうのは、まあ、日一日っていうことでかよみ暦でこれをですね 非、えー、一日これらをすべて分かってる人こういった小読みも、ね、全部分かっていて、うん、自然界の摂理を全部分かってる人を聖なるものっていうのは自然界の仕組みをすべて分かってる人という、まあ、そういった意味を持ってました。だから カレンダーはよくないんだね。めくりじゃないしね。そうそう。一日一日こう今日はこういう日だ。そうええ、カレンダーは、ね、あの単なるスケールであってあ<ー>、ええ、メモリみたいなものであって、今日は何日っていう。なるほど。でもその暦とかはもっとこう大きなねはい、はい、視点でもって。 だいたいこのぐらいの時にこういう時が来るからああ、えー、この時にきちっと収めましょうみたいなああえ意識があったわけですね。ああはい。それがこう食糖とかそういうのと関係してるということです、ね。そうですそうです。はいはい。でこの暦通り日本人が昔からその狼の暦とかその日本人が昔通りの暦通りに生きていれば例えばもう風邪をひくこともないわけですね。うん、うん。風邪をひく時期はこういう時期だとか。うん、でなんで風邪をひくかっていうのも全部ここに示されているわけです。うんうん、なるほど。はい。 例えばここにえ冬土用と立春の民族って冬土用っていうのが書いてあるんですが、はい、ちょうどまあ今ぐらいですね。はい、<で>夏の土用、今は土曜ったら夏のうなぎを食う日だけど、はいはい、あのあれは夏土用っていうのが正しいんですかね。えっとあれそうです夏土用です。ああそれで冬土用もあることです、ねはい。春夏秋冬土用がありまして。ああそっか。はいあのー。 まあ、これは中国の考え方で「木下土言水」っていう五行という考え方なんですけど木下土言水っていうのは木っていうのは春ですね花、うん、は夏、はい、で土抜いて、はい、でえー、と「ごが金で、はいえー、秋ですなるほどで水が冬っていう、まあ、でこの土というのは、うん、その間に入るんですね。はあはあ、でこのの土土が土の、まあ、要するに力が力強い時って いいうのは体を壊しやすだから春の間夏の間とこうやっていろいろあるんですけど例えば春と夏の間の土用というのはアレルギーになりやすい花粉症とかそういうのもそうですし肝臓を壊しやすいとかから夏はお腹を壊しやすいっていう。 だから疫病とか、<ー>それで疫病退散の神様がのお祭りは大体夏なんです、ね。はい。それからまあ秋ですね。秋は肺、肺ですね。やっぱ急にこう冷たい風がこう吹いたりとかするので、呼吸がね、このただ喉とかこの辺がで肺に来る風ですね。だからえっ、ー、と、えー、喉の風とかあまああと心の風とも言いますね。うつ病にもなりやすいんです。春は。 で夏は、えー、お腹にくる風で、えー、秋ははいの風それで冬は冷えからくる風、うん、でまあそこで今日お話しするのはこの冬土曜ですね冬土曜と立秋の民族ということで、えー、ちょっと見ていただいていいですか次に。冬から春の民間信仰ということで今ちょっとお話ししました冬土曜がちょうど1月の18日から2月の3日この18日間をですね冬土曜と言います。 でこれはあのちょうどその、えー、冷たくなりきった土、うん、冷たくなりきった土が、えー、人間の体に悪影響を及ぼすそれで、まあ、冷えに注意とということなんですね逆に言えばこの時のお水は、まあ、大寒の水とかっていうお水はものすごい澄んでいいお水なので若返りの水とも言われてこのお水を、えー、若水と言ってです、ね、特別のお水として使うという、まあ、そういった信仰が日本の中には古くからあります。 でこの、えー、要はこの2月の3日節分節分までが冬土曜ですでこれあの土曜というのはすべて節分までですはい節分ってあの節季節を分けるわけだから<今>そうですそこから春になるそうですってことですよねはい 実は節分は今夏のせああの春の節分しか考えられてないですけど、はい、実はもう全部四季あるんです四季あるはい、うん、先ほどのあの夏の土用の鰻と同じようにすべての節分があるんです夏の土用が終わると節分になって立春になるんですかね、はい、えっ、ー、と立春立春ですね立春にな、うんはい、立春になります、はい、なるほどはい、うん、そんなことでまあ立春ですね、うん、はい。 でこの時はあの冬土用というのは繰り返しあの引く風ということで。 なんかこう治ったなと思ってもまた振り返すっていうことは言われているということであらかじめこういうことを知っていることによって気をつけるじゃないですか、うん、だから今はこういう風邪が引きやすい時だからで、うん、じゃあ温めようとか、うん、喉に注意しようとか、うん、そうすることによって体を養生していくという考え方が、うん、もう暦というものにはもうすでにあるわけですね、うん、だから暦を知ることによって病をこう払拭するということができます で、もう一つあるのは、これはあの冬土曜に、冬土用の頃に風邪を吹くと。夏の、うつけを生じる原因にもなると。なるほど。うん、あ、春の、春の。春のね、はい。春はうつ病になりやすい。はい。ですね。で。この春のうつ病を、えー、ふあの、払拭することができる。なるほど。だから、冬の、この土曜の期間って、すごく重要だ。もう一つは、この、こ、ここが、この冬、冬がね。冬が、えっと。 え、一番北の北ですよね。北からこの辺冬冬っていうのはえ御霊の冬と言って魂と体をえ調整する時なんですね。なので、食べ物は運がつくものを食べようって日本人は言うわけです。運がつくものって、レンコンとか大根とか人参とか。 あと南京って言って、かぼちゃと言わないんですよ。かぼちゃって言っちゃダメめ。あ、かぼちゃっつったら、運がつかない。からそう南京って言うんです。あの、冬以外はかぼちゃっつって。い冬以外はかぼちゃ。え、あれカンボジアなんでね。あ、カンボジアですから。カンボジアからかぼちゃって言われるようにな。っなるほど、なるほど。だから、えっと、まあ、かぼ、南京という、あとこんにゃくとか。 途途中中ににががついいいてもですねああ、なるほどなるほど、はい、で「ん」が2つつくのはより良いので人参<あ>、はい、とかああ人参、はい、レンれんこんとかれんこんはいそれであの井戸さんの西柳の店はそういうことを考慮してそうです冬にはそういうものが置いてあるとそうです春夏秋冬でちゃんと、えー、考えて作っていますのでえっと皆さんあの体の具合の悪い人は <laughs> <ぞ>あの西柳ってのはね杉並区 西尾切っては駅があるんですが、それの南ですか北でしょうか。北です。坂を降りていくところですか。いやもうね駅の駅駅から二分なんで。あ二分。菊屋っていう昔あの岡山さんがカプデルました。あの菊屋さんとこ左あの女子女子大の方に。あ女子大のなるほど線路沿いをちょっと南に行く北に行く方ですね。そうですね。はい。もうすぐあります。あそうですか。なるほど。ま。 体,が体調悪い人はぜひ来ていただき、うん、<laughs> はい、まあちょっとずれましたが、はいはい、まあそんなことでこの春の付けを消える原因になるということで、すべてここで払うっていうことが昔からなされていました。今ではあのまあ生ハゲとかまあいろんなこうえ来訪針という来訪針もあのえっと何でしたっけえ世界遺産かなんかなりましたよね、はい。 やりましたがここのの鬼鬼鬼鬼鬼とかねこの鬼も来訪神だっったたんんでですねいいものだはい、うん、それはなぜかというと、うん、鬼は、うん、え見えないとか隠れているというもので、うん、見えない隠れている世界から我々の世界にやってくる、うん、いわばご先祖様たちが私たちに戒めを持ってやってくるって、はい、怖がってはいけないものだったんですけど、えーえー、それで、えー、おにぎりというところは鬼を切るしなるほどえー それからなんだっけとおすびっていうのは縁を結ぶとかまあそういうことでおにぎりとかおむすびとかを持ってですね、えー、鬼を接待するという信仰が古くあります。あこうあの鬼のね節分の鬼を迎えて、はい、あれ鬼を迎えて払うんですか。そうですね。だから払う外に出てけってんじゃなくてはいもともとは鬼を迎えるです、はい、ご先祖様たちを迎えてああ<ー>そ,そ,、はい、そして体につく 薬病みたいなこういった風邪とかそういったものを払うっていう本来はそうだったんですけど今は鬼そのものを一生懸命払ってますがもともとは鬼のいいものは受け入れてよくないものは払うみたいな。あ、なるほど鬼自体はだから人間に対して悪いものかつとそうでもないと。鬼はいいものだだったんです様からね これでむしろ病気のウイルスなんかはあれは敵だからだからよくないものを持ってくるそう,そういうものもこうくっついてたりとかするのでだからそれはもう払うなるほどここにあのもう一つ七草、ね、七草ね冬の夏そうですね「人日、ね、の節句、えーと」立春大吉から、えー、そのちょっと前ですねこの1月の「人日の節句」っていうのがあって、はい、これ今あの「 新暦の1月の7日に行われている儀式なんですけど、うん、本来は旧暦の1月の7日なんです。はあ、旧暦の1月の7日っていうとまあだいこのぐらいの時期になってります。旧暦の1月7日っては2月い逆かな？あのね2月の、えー、半ば過ぎになります。なるほどなるほどなるほど。もうあの時によっては2月の末ぐらいになることもあって、はあはあ、はいはい、あはあ、そうするとそれはもうあの1月の7日っていうのは 月なんで、月の暦なんで1月の7日がお月様ですねそうすると大体上限の月なんです。で春の上限の月がご先祖様たちをお迎えする時ですね。なるほどそれでお盆も7月7日7月7日夏の上限の月が7月7日でこれも 旧暦で言えば、お盆だったんです。で七日盆ってってまあ、月ですか。旧暦は全部お月様ですから、ねうん。そうですね。で旧暦は先祖供養というものが昔から。 で、これが7日7日なんですね。だから他のあの5セクって3月3日、5月5日とか、同じ数字が入ってきますけど、まあ7月7日もそうなんですが、この1月7日と7月7日が実はツイになってるんです。あなるほど。はい、なるになって。ちょうど7月7日は反対しかな？そうなんです。ああ、なはい。で、上限の月で、だからボンクレぐらいは家に帰れとか、ボンクレぐらいは。 えー、先祖にご先祖様に顔見せろとか生きた先祖が、うんえー、親なので親に顔見せという顔見せというそういった信仰もあったりしますなるほどはい。コロナウイルスで距離に帰っちゃいけないのでくくだらなくて言うなて <laughs> そうです、ね、いいやこの「花草」はね、はい、僕はあの春の病ちょっと、はい、冬の病を消すためだというふうに今まで理解してたんですけど。はい これは一年中春の心の病、夏の疫病秋の。利病、冬の好病。これに対して、ずっと一年間。かからないっていう、七草を食べるとっていう効果はものすごく持続するっていうことなんですよね。一応、祖母がそういった話をしてたことがありますね。で、これ七草の、あの料理を作るときに、糖度からやってきたって言うんですよ。 あ、これらの病は。そう、からからね。そうそうそう。歌がありますよ。えっとね、春になると糖度から悪い病気が来るので、今のうちに草を食っとけっていう歌があります。そうそう。それがあの、ですからちょうどあのほら、えっと黄砂が来るんですよ。来る、る。黄砂が来て喉やられるじゃないですか。そういったことも含めて、はい。そういうこと。だからあの。 野鳥がねインフルエンザを持ってくるんですインフルエンザのような今でや新型コロナウイルスとかあれはみんな春にね体の方から飛んでくる鳥そうそう渡り鳥っていうかね野鳥っていうのはねえっと人間のものを食うとね病気になるんですよ動物は。で人間のものを食わなければ病気にならないんですよ。 野鳥は人間のものを食わないから、インフルエンザにかかっても発病しないんですよ。補菌状態。ところ鶏はね、人間の飯食ってるから、あの、だから。バーッとインフルエンザになるんですね。うん、課金病っつってね、法律があるんですけど、それは課金。家の金ね、はい、鳥。うんうん、だけが病気になるのはものすごく多いんですよ。 だから人間の食料ってやっぱまずいんですよ本当は。そうですね。なんか調理するからいけないのかしらない。えあの塩分がダメなんですよ。塩がダメ僕なんか塩分じゃんじゃん食べる方。え人間は食べてもいいんですけど、人間はそういった臓器を持ってるので、で彼らは普段はそういうものを食べてないもの食べると、はい。平安時代までは大体あの調味料って別だったんですよね。料理があって調味料は全部別に置いてあって。 そしてその人の体調に応じて自分で料理する。今でのに乗ってくる塩とかなんかあるじゃないですか。あれがその名残ですか。なんかこうや醤油とか名残ですね。あ醤油とか名残。塩は割と最近なんですけど。なるほど。そういうのがあったりします。ちょっとね。もう一回ちょっと初心者のために説明してほしいんですけど。立春大吉って書いてあるじゃないですか。赤い。はいはい。こっちには大観。 はい、立春、こう書いてあるじゃないですか。これはどういうことですかね。これ全体、ちょっとまだこうみがよくわかんない。えっと、これはあの、大寒っていうのが一番寒い時ですね。はい。で、これが、あの、六月、六月って、まあ、一月ですね。一月の、まあ、だいたいこのぐらいが大寒。はい。で、立春が、えっと、二月というか、はい。で、薄いって、こう。はるんですけど。はい。はい。で、これちょっと後で、また説明しますが。はい。たいこの辺ですよっていう。 でこれは<ー>、まあ、地球,地球の,このカレンダーで春、えー、分があってっていう、えー、今の時期の話を立春大吉って何ですかこれ立春とさってあの要するに。に えっと目が見えないんです。あの世のものは目が見えない。目が悪いんですね。悪い。目が悪い。あれは鬼に目がついているようだけど,ほと,どだほとんど。ほとんどほとんどあのほとんど目が見えない。<laughs> あの目が良くないんですね。なるほど。それででしかも闇の中からやってくるからなかなか見えないんですが、<ー>ろうそくの火の光だけちょっと見えるらしいんですよ。<ー>でその鬼が見え目が見えない鬼が<ー>立春大吉って書いてあるところ裏から見ても表から見ても同じなんで。あなるほど。そうそうです。 だから一回入って出てんかその混乱させるためにこういうお札を貼っとくとお札はい一瞬大吉口で入ってくとそうするとよく見えないからさっき入ってきたのか出たのか分からないそう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 てうそ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 そう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 そあそう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  いやそれはわからない。<ー>子供の頃から見てまして、何のために貼ってあるんだろうって子供と思ってました。<laughs> そういえうば僕も思い出したな。<laughs> 僕の子供の頃ってもう百年以上古いからわかんない。あと隣にですね、墨であの印刷というかまあ版画のような感じで鬼の柄のものなんかも一緒に貼ってあったりとか、うん、あしましたね。鬼の柄っていうのはあのえっと。 え、丑寅ですか。え、あ、本当に鬼のような形のものが。えー、あ、鬼が張ってあったんですね。はい、えっと、丑寅なんですね。はい、この頃っていうのが、えー、季節、季節なんです。丑寅、丑寅っていうのは、もし、あ,<ー>あの、もともと。えー、牛の角に寅のパンツじゃないですか。丑寅<ー>、うし、丑寅。 だから鬼の絵っていうと、うん、牛の角と虎のパンツをはいてるんですなるほどそして金棒を持ってる、はい、それは、えー、と北東の方に、えー、山い高い山があってそれは、えー、鉄をはらんでる山っていうそういう形の中で日本の、えーこうまあ、都とかね作られていったっていう、うんまあ、一つのあたり。虎もたまにはインドから来たのかなえと虎はあの このウシトラというのはもともとこの牛シトラというのは動物ではなくて方角を表すものでたまたまその形を置いたということですねだからネズミを子供の子と書いてそして馬を馬をね死後と書きますね死後線っていいますよねだからこれ時間とか時とか季節とかそういったものを表すということで。 はい。ね、いや教養ありますからね伊藤先生は困っちゃうんだよね。えー、<laughs> 奥深いです、ねで<ー>。こういう時でその体をねあのやっぱりその体調を壊す時なんですね。それでえー、っと親族が集まるってことが重要だったんです。なるほど。そう親族が集まるとうちはこういう家系だとか。やっぱりこう代々こう体はずっとこうね受け継がれてきてるので。はいはい 病気の癖というのも似てたりとかするんですね、はいうん、体の癖とか、うん、いやうちの運動神経が苦、ね、鈍いのはみんなあの代々 <laughs> ですよみたいな話をしてたりとかするじゃないですかそういう話をすることによって そろそろ自分もそういう年だから、気をつけなくちゃいけないとか。うんうん、なるほど、ね。えなので、先祖や古いものと、こう、一緒にこう対話をすることによって。心を強化していき、うん、そして安心感を生み出すという、そういう、役割もあったんですね。うんうん、だから、こういう時は絶対に、やっぱり親族は集まらなければならなくて、うん。なるほど。はい。ということです。うんはい、じゃあ。 はい、でそれで今ちょっとご説明しますと大体暦1日24時間1週間7日間1か月間4週間1年12か月ねっていうのが今のカレンダーです。これは本当にあのもうメモリー、ね、スケールですね、うんうん、ところが日本,日本の昔からのこれは、まあ、本来は中国から伝わってきたんですけど中国から伝わってきたのはこの形ですね。<ー>発説って 西二分という下死と当時まず下死と当時が中心となってます。なると。でなんこれ至る至るだからそうですそうです。あの極端から極端。そうです。こっちは分けるだから分ける。そうなんです。なるほど。そうですもうまさにその通りです。だからもう冬に至るっていうかもう冬っていうことですね。はい。極もう極まる極まる。冬極まるりっていうね。で夏極まるっていうねこういうところですね。なるほど。はい。 で、それを日清ですね。だから、ここが。 古代においても全てここが中心だったのでここからですね春っていうふうに分けると太陽が蘇ってくるっていう太陽がもうねだんだん力弱まってねところが次の日からは少し日が長くなってまた生き返ってきたかそうそうそうそすそう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 そそう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 そそうそう イエスキリス,のイキリストが25日に生まれたかどうかじゃなくてああしんそうそう生まれたかどうか、ね、太陽のようなキリストがそこで出てきた太陽のもともとの信仰がそことつながっていたったということな,んです、ね、なそうですねだから古代においてはここが中心だったわけですねそこからまあ、えー、と春分秋分これは、えー、なんとなくそういうふうになっていくというところが、はい、あ,あ間違えたこれは違う春とコラ こっちは春と秋ですね。これは同じえっとはいえっと真東から上って真西に沈むという太陽がですねちょうどそういった時期になります。でこれで西に分で四つに分けますね。これが季節です。節を分けでこの季節を分けた四季というのがここから生まれこの四季に立春立夏立秋立冬ですね。はいはいこれ四立四立とかも言いますがこれ四つに 4つの竜ですね、なんとなくこう春、はい、めいてきたとか夏夏めいてきたとか、うん、でそこでまた気をつけるわけですよ、うん、あ、まあそろそろこういう時期だなっていうことで気をつける、うんうん、そして二十四節気これは八節をさらに三等分し、うん、これがえー、っと三等分してきますねで二十四節気を作っていきますこれが二十四節気です。 えー、だから立春雨水慶蟄、春分生命国雨とかねこれは二十四節気です大体これがあ,<ー>あのはいもうすごいさらに七十二候。はい七十二候。ここの立春をまた三つに分けてっていうあの僕はなんか二十四節気までは知ってるけど七十二候とは知らない、はい、それから四つを四つをすよ季節は四なんだけど 等分にする時は三等分するんですね。そうなんです。え、そして分けて、えー、それそれぞれの季節を楽しむということがなされてたわけですね。なるほど。はい、これで一年ぴったし行くんですか。一年大体はい。一年た。あそれはそうですね。はい。だからこれは、夏節とか春分、秋分が中心になってるということは、太陽の動きが中心で、はい。それに月の動きが入るのかな。つまりこれは太陽ですよね。そうです。

年が終わるって意味ですね例えば先生が走るんじゃないじゃあ先生が走るっていうのはずっと後の話で年が果てるっていう年が果てるってことで師走だったんですね。なるほどそれから「六月」っていうのは「まじくその月に誰と会ったかっていうこの時に誰と会ったかがその年を決めるとかあとはその親族で睦まじくすると「体が整う」とか。はい

うずきというのは生まれる月っていうことなんです。はあはあ、生まれる月という意味もあって、でこの頃にうの花、うずきというのは四月ですかね。そうですね。<ー>生命の馬なんか全部四月に生まれますからね。でこの頃に、うん、あのえっとうの花というさ花が咲くんですね。はいはい、このうの花が咲く頃っていうのは例えば春のこの辺り。 うん、えと弥生のこの辺りって言うと桜が咲くんですけど桜はおお米、米ご飯、お米の実りを示すすんです、はいうん、桜がきれいに咲いてきれいに散っていくとなるほどこれは佐の蔵にご先祖様たちが寄りついてそして、えーまあ、難なく、はい、お米が実りが良いというはあ、はあ、ところがこれが花が腐ったり、うん、花が枯れる。そうそ,うその年は お米が不作になる,くなるっていうウノハナ、ののさっき言ったウノハナってウノハナの匂いか記念にたるでしょ、はい、あれがそうですかそうです僕なんかもう全然そういう風流な世界と違うところを生きてきたからウノハナっていうのはウノハナっていうのはあれ,あれかなほほ,ほほほほほほってこれなんかォ、ね、ああ、なるほどウノハナこのウノハナはまたすごく重要でウノハナですよウツキっていうねウツキで、このウノハナって

ウの花が綺麗に咲いてそして難な,なく落ちていくということは<ー>今年は大豆だからお米と大豆の収穫をねここでね読み取るわけですよそうだねえらい常識がないな、えー、日本に住みながらいやいや,いや常識でもない <laughs> 結構暦の勉強というか言葉の勉強をするとだいたいそういった内容とセットになることが多いので,、えーでね、結構勉強になることが多いですねただ割と今あのえっ、ー、と花、うん、大豆の花だっていうことは全く知られてないんですよね、うんえー だから「ウの花」というのが大豆の収穫の時期だったっていうのはもうこれはもうすごいもうほとんど知られていないことなの、うんうん、いやもうまた新しい年始まったばっかりですからね今,今年は勉強して <laughs> 今年はより一層新しい気持ちを持って <laughs>、はいはい、暦を楽しむというのもね、うん、いいんではないかなと思いますけれどもね。あ<ー>かまあ古いい、ね、の月のの名前っていうのもまた、うん これはもう日本独自なので。で、この中に日本の古い、やっぱ、こう文化とか、フィルムなものっていうのを味わうっていう。それを次回から、ご説明。そうですね。はい。もう一枚ぐらいありました。はい。あ、これ。はい。で、これ太陽太陰暦を用いて、先人たちということで。え、まあ、これは、あの、もともとは太陽暦よりも太陰暦、あの、いわば、その、月の満ち引き。 にえー、特化したところでの文化っていうものがずっと熱、ね、強く、えー、あったわけですがそれにその収穫お米の収穫とか、えー、要するにこう食べ物ですね、うん、食べ物を、えー、自分たちでこう取っていくという、うんまあ、そういった流れの中で農耕が、ね、盛んになるにつれて、はい、だん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 太陽歴というものが重要視されるようになってきましい んあ、あ退、退院歴です、ね。退院歴。はいはい、治療している間は退院歴で、はい、動物の動きなんか全部。月によるから。はい。だけど、今度は、農作物をやるときには、やっぱり太陽の。力が強いから。そうなんです。ここで、それを組み合わせたのが。太陽退院歴ですね。はい。ね。で、この両方を、こう、見ながら、生活をしていたとい、はい。世界では。太陽、太陽退院歴が主ですかそれとも。 な何が支配してるの？太陽暦のとこもあるしね。古い時代はこの両方でしたね。はい、なるほど、はい、でやっぱりこうキリスト教とかが入ってきてはい、西洋的な今近代的な社会人になってきてからはもうあの太陽,太陽暦ですね。うん、だから例えば日本人ってこう金尺を使うじゃないですか。はいはいはい金尺金鉛を使ってでその金尺を使うのを センチメートルとかメートル法というものが入ってきてこれ使っちゃダメみたいなふうになったんじゃないですかそれと同じようなことで暦も福沢先生に福沢幸大先生に完全に変えられてしまいましたた全部文字を作らられちゃっかな昔だったらこれが一尺だとかあったんだけどそういうのとは関係ないメートルが出てきてね最近はさらにそれがパスカルとかね 昔はミリバールっつったんです。あ、そうですね。そう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 。ミリバールでしたよね。何ミリマールって言ってましたね。水銀でね。はい。架空化してきますが。はい。仕方ありませんね。ということで、今日、今回は。はい。みを中心にして、さまざまな日本の文化を深くこう読み解くと言いますか。そういったお話で進めてまいりましたが。はい。 もう最後にによろしいですか先生的にはえ僕はあのしきたり12か月を勉強してですね、うんはい、少しはあの教養をつけようかなというふうに思いましたので <laughs>、はい、ちょうど1月が終わるから 2> 月,、ね、そう2月の立春、はい、だけど今は旧暦じゃないからね。はい 7月7日あったって七夕だったって大体雲があるしねただ行事ごとそれはね7月七7日は雨が降るのが日本では良かったんですよ恵みの雨ってだってほら天の川見えないじゃないですか天の川はあれは中国の信仰であれは織姫引っ越しなんつうのはあんなの関係ないと七夕そうですねなるほどあっちは梅雨がないですからねなるほど 日本では、雨のほうがいいかああ。とい,と,ということで、さまざまな、まあ、あの、解釈っていうのはあるかとも思いますけども、やはり日本。はい、古来の、まあ、暦というところを深く切り込んでいただきました。はい、ということで、今回の武田邦子の本当の話、番外編。えー、深い話は以上とさせていただきます。今回も井戸理栄子先生、そして武田邦子先生、ありがとうございました。ありがとうございました。 Day along the swimming. There they go, the boatmen row up and down.